どういうことだい？本当にその演出がしたいのかって。僕はしたくもない演出はつけないよ。ああ、お前はそういうやつだ。したくないことはしない。だろ？ただ、さっきからいつもと違う演出ばかりしているだろう。いつもと違う？僕は、ここで園長が感じる恐怖を観客に感じてもらうためには、さっきの演出が一番いいと思ったんだよ。なるほど。それらしい説明だな。だが、今のお前は本当にその演出をやりたいようには見えない。最初に、俺を奈落に引きずり込む演出の話をしていた時は、あんなに楽しそうにしていただろう。それなのに、俺が怪我を仕掛けてからは、全く楽しそうじゃない。俺にはお前が、こっちの方が派手だ、観客に受けると言い訳をして、自分を無理に納得させているように見える。違うか？無理に納得させている？そんなことはないよ。僕は今の演出が一番いいと思ったんだ。嘘をつくな！つくぞくん？お前は俺が怪我をしたからやりたい演出を我慢してるんじゃないのか？何を見当違いなことを言っているんだい、つかさくん。僕は僕が一番いいと思った演出を。だから嘘をつくのはやめろと言っただろう。俺はお前のつけた演出で最高のショーを演じると言った。お前のどんな演出にも応えると言った。それなのにお前が遠慮したら最高のショーは作れないだろう。僕は遠慮なんてしていない。何回言わせるんだ。ストップ。二人とも落ち着いてね。ちょっと冷静になろうよ。急に怒鳴って悪かった。だが今日のルイはどこか変だ。それは間違いない。そんなことは。お互い頭を冷やすぞ。出なければいいショーは作れない。俺は先に帰る。ネネから見てもそうなのかい？僕はいつもと違うように見えるのかな。それは、なんだかいつものルイじゃないって思う。この間までは楽しくてしょうがないって感じで目がキラキラしてたけど、今はそうじゃないって思う。そうか。困ったな。自分じゃよくわからない。ショーで手を抜くなんてありえないことだけれど。でも司くんとネネが言うならそうなってしまっているんだろうな。ルイ、自分が無意識に遠慮しちゃってることに本当に気づけてないみたい。私が伝えなきゃ。でもあの時も何もできなかった。私にルイを助けられるのかな。だけど今どうにかしないと、またルイが一人になっちゃう。
世界に。そう。それで、ミクたちに相談してみようよ。だけど、ショウのことを相談するならともかく、僕の問題を相談しても、僕自身、何がおかしいのかすらわからないのに。でも、ルイもこのままじゃいいショウは作れないって、思ってるでしょ？司も、きっとそう思ってる。だから怒ったんだと思うよ。ミクたちはいつも私たちの話を真剣に聞いてくれるし、行ってみようよ。ルイは、みんなでいいショーを作りたいんでしょ？ああ、わかったよ、ネネ。離れて。どうしたんだい？レン、ミク、ショウを作ってたらまたぬいぐるみたちが喧嘩しだしちゃったんだ。わわ、引っ張っちゃダメだよ。おやおや、これは大変だね。でも、喧嘩しちゃうのも仕方ないかもね。え？なんで？僕も、カイトたちとショーを作るようになって気づいたんだけど、いいショーを作りたいって思うと、だんだん曲げられないことが出てくるでしょ？一生懸命になると、ぶつかっちゃうことはあるよなって。ああ、そうかもね。あれ？ああ、あそこにいるの、ルイ君とネネちゃんじゃない？どうしたんだろう。ちょっと元気がなさそうだけど。二人は、ここにいて大丈夫だよ。僕が話を聞いてくる。君たちも、よければ一緒に来ないかい？